最新鋭対艇型潜水艦が続々就役で、世界一の潜水艦技術と潜水艦の戦術を持つ非凡ですが、今回は、またまた、潜航進路や最新鋭技術について詳しく深掘りしていきます。次世代エンジンが開発されているのはご存知でしょうか。原子力ではなく、新たなエンジンの動向にも注視していますが、日本の潜水艦に搭載されるのは、まだ先になるのでしょう。音が出なくてってなると、リチウムイオン電池が今のところ最強でしょう。潜航深度は900メートルが理想でしょうが、どうなんでしょうか。2022年3月、無事に、就役の日を迎えた大芸。漢字では、大クジラと書きます。この艦が就役したことによって、長い間、海上自衛隊が目指してきた潜水艦22隻体制が完成したことになります。2017年、平成29年から、建造が始まった大芸型は、通常動力潜水艦としては、世界トップレベルの潜航能力を備えています。鉛蓄電池より、多くの電力がもと早く満ちる放電できるだけでなく、水素ガスも発生しない、リチウムイオン蓄電池の特性を最大限発揮できるような設計が大きなポイントと言えましょう。潜水艦の航行方法は、ディーゼルエンジンで発電、充電した電気でモーターを動かし、プロペラを回して推進します。潜航しながら充電するためには、スノーケルという給排気装置を海面上に突き出し、外気を取り入れながらディーゼルエンジンで航行することになりますが、大芸型4番艦からは、潜航しながらでも蓄電池を充電できる新型スノーケル発電システムを採用したので、これまで以上に効率的に潜水艦の充電ができるようになりました。日本近海では、今、アメリカ陣営と中国陣営による合同演習などの活動が活発化しています。アメリカ陣営には、イギリスやオランダなどの軍艦が、中国陣営には、ロシアの軍艦が参加しています。これらの艦艇は、目に見える作戦で相手を威嚇する効果があるでしょう。しかし、戦闘機がステルス性能を高めているのと同様、海洋作戦でも重要なのは見えない行動です。海洋国家日本では、潜水艦の能力が、防衛力の鍵を握ると言ってもいいでしょう。確かに、潜水艦は、超音速ミサイルや戦闘機などと比べて目立たない存在ですが、日本製は世界一の能力を持っていると定評があるのです。2021年9月、アメリカ、イギリス、オーストラリアは新しい安全保障の枠組み、オーカスを創設すると発表しました。同時に、アメリカ、イギリスはオーストラリアに原子力潜水艦の建造技術を供与すると決定したので、オーストラリアは、フランスとのディーゼル潜水艦開発契約を破棄したのです。オーストラリアが、フランスの潜水艦開発を中止した理由は、以下3点と思われます。一つは、建造計画が大幅に遅れている。二つ目は、選定後5年間で、アメリカと中国の関係が悪化した一方、フランスは、この二国間で独自路線を取ろうとして、アメリカ陣営から距離を置いている。三つ目が太平洋を知らないフランスの潜水艦での防衛に不安が出たことと見られます。潜水艦の評価ポイントは、秘匿航行能力、探知能力、攻撃力の三つとされています。2016年、平成28年、日本はオーストラリアへの潜水艦売却交渉でフランスと競いましたが、負けました。陰には中国の横やりがあったと囁かれているようです。日本の潜水艦は、非対機依存推進機関を搭載しているので、エンジン駆動で蓄えた電気で航行できます。リチウム蓄電池の性能が向上したので、静粛航行時間も大幅に伸びました。航行可能深度は500メートルとされます。アメリカの原潜以外の世界のほとんどの潜水艦は400メートル以下が限界なので、その真下を航行できるというわけです。ちなみに、アメリカやイギリスの原潜は、艦内で酸素が生成できるので、航続距離は非常に長いのですが、蒸気でタービンを回し続けるので、騒音が出ます。つまり、静粛性では日本より劣るということです。
探知能力は、潜水艦の装備と艦外の味方からの情報を高性能コンピュータでスピーディに統合管理しています。ソナーは、潜水車の酸素ボンベを使った呼吸音のレベルまで見分けるすごい能力を持っていますし、レーダーは、潜水艦配備と衛星、対潜哨戒機の双方の監視をコンピュータで統合運用しています。これに、日本、アメリカ合同演習で培ってきたアメリカのレーダー網からの情報が加わるので、日本海側全般、太平洋側では、中国が第二列島線とする範囲、サイパンやパラオ、グアムまでを含むを探ることも可能と言われているのです。攻撃能力ですが、魚雷の推進速度と距離に関しては、終戦直後の一時期を除けば、第二次、世界大戦時から世界最高クラスを維持し続けています。また、大ゲイ型は、潜水艦上部から海上に向けて打ち上げるミサイルも搭載可能なので、魚雷と併用すれば、水中と空中の両方から攻撃できることになります。ある雑誌に、防衛タブー誌の付けか、消えゆく企業という特集記事が掲載されました。内容は、防衛に携わる企業が苦境に陥っているというものです。もっと重要なのは、すでに消えてしまった組織で、カーボンニュートラル目標達成のためにも、早急に復活させるべきと思われるものがあるということでした。それは、大学研究機関の原子力関連機器研究です。日本でも、小型原子炉の導入議論が高まりつつあるのですが、原子力関連機器研究をしているのは、基本的に企業だけになってしまったので、技術開発の裾野が狭くなり、ヨーロッパやアメリカに実例を見に行っているのです。技術立国、日本としては、信じがたい現実に直面しているという結論でした。でも、こういった、大学や国立の教育施設の研究関連の補助金を減らしたのは政府ですよね。日本の技術をより進歩させれば、源泉特有の駆動音を静粛化できるかもしれないし、製造技術ならば、ワイオミング州で建設が始まるアメリカ製の小型原子炉以上に安全性の高いものが作れるかもしれないという人もいます。しかし、すでに消えてしまった研究組織を復活させなければ、話は始まらないということです。さて、もう一点、日本の強みは技術力だけではありません。これまで培ってきた、熟練した乗組員や地形などを熟知することも含めた運用ノウハウもあるのです。10月23日、中国とロシア軍艦10隻が、津軽海峡から太平洋に出て大隅海峡を通って東シナ海に入りました。両海峡の公海部分を通過した形になります。これは、安保の専門家が日本領海に開いた穴として問題視する場所ですが、アメリカの各搭載艦船が非核三原則を持つ日本を通るための抜け穴でもあり、中国が第一列島線アリューシャン列島から、日本、台湾、フィリピンを結ぶ線を越えて太平洋に出るための穴でもあるのです。日本にとっては、正反対の重要場所とも思われます。この中国、ロシアの航行について自衛隊が取得した情報によると潜水艦はいなかったようです。というのは、津軽海峡では潜水艦も浮上して航行しなければならないからです。この海峡は入り口の両岸距離が狭く 19km、深度は青函トンネル最深部の真上で 140m、しかも日本列島特有の凹凸が多数あって、公海部分は太平洋側付近で40度ほど右折していると言います。なので、潜水艦が先行したまま通過するとしたら、低スピードでジグザグ航行しなければならないのですが、公海部分からはみ出て、日本の領海を侵犯してしまうことになります。それを避けるために、津軽海峡を通過するときには、潜水艦も浮上しなければならないのです。公海部分を津軽海峡に設けたことを批判する人の意見は、海峡のすべてを領海にして、通過希望の船舶には、無害通行権を与えればいいというものです。ところが、仮に、外国軍艦が、調査活動などを理由に通行申請してきた場合、日本がノーと返答するのは難しくなります。その場合、潜水艦は、津軽海峡を先行したまま堂々と通過できてしまうのです。日本が、
津軽と大隅の両海峡に公海を設置したのは、地形などを熟知し、また、第二次世界大戦前から潜水艦運用能力を培ってきたことによる判断と思われます。見えない行動をする能力と、されることへの抑止力は、いわば表裏一体です。自分、領土、技術、人材を知って初めて実現できるものですから、両海峡の例は、その典型と言えましょう。護衛艦加賀の第一段階海海修工事が完了し、F-35B 認証テストを完了すると、日本で2隻の軽空母化計画が開始されます。F-35B 戦闘機も2024年度には日本に配備される予定。今回は、なぜ軽空母化計画が必要だったのかを詳しく深掘りしていきます。F-35B 戦闘機の航続距離は、短く1600キロほど台湾有事に向けた応急処置になるでしょう。アメリカとのクロスデッキ運用で両国の軽空母を使用できますし、日本にはあと、日向、伊勢、大隅、下北、国崎が他に存在します。ドローン空母化へ。2023年8月末に、日本の防衛省は、来年度2024年度の防衛予算の概算要求額を公表したが、その額はおよそ7兆7385億円に達し、今年2023年度分よりも、さらに、およそ9000億円ほどが上乗せされ、無論、戦後の最高額を更新するものとなる。実際には、ここから2023年末までの期間をかけての最終的な調整が行われる運びとなるため、2024年度防衛予算の概算要求額である、およそ7兆7385億円が、そのまま、承認させるか否かはまだ不明だが、増額の方向性が揺らぐことはないと思われる。こうした現在の日本の岸田政権の防衛費の増額の政治的な動きについて、一部大手マスメディアや団体が、批判的な記事や意見を開陳するのは予期できたこととはいえ、なかなかにやかましい事態であることは間違いない。ことに、日本の防衛予算の増額が進められる大きな要因の一つとなったものに、2022年2月より正規したロシアによるウクライナ侵攻があることは、議論の余地を待たないと思うが、冷静に見ても日本の置かれた安全保障環境の悪化は疑いようもないだろう。ウクライナ戦争をあくまで継続しているロシアに加え、北朝鮮は、新型ミサイルの開発と死者の頻度を著しく増加させており、また、中国も言うまでもなく、経済力を背景とした軍事力と、それによる支配地域の拡大に余念がない。辛くも、幸いなことに、日本は、これらの国々と海を隔てているとは、言え対峙する関係にあり、その危機的な状況は、かつての冷戦時代の旧ソ連のみの戦力を警戒すればこと足りた時期よりも、はるかに複雑で多面的な脅威に直面している。これらに加えて、2023年10月には、パレスチナのイスラム武装組織ハマスによるイスラエルへの攻撃が発生し、ハマスの根絶を目的としたイスラエル軍のガザ地区への本格侵攻が、秒読みの段階に入りつつある。日本は、中東から、原油の9割以上を輸入していることもあり、中東地域の不安定化は、ロシア・ウクライナ戦争以上に、経済的な影響が懸念させているため、昨今は、その動向と現状を伝えることに、多くの報道機関が不信しているように見える。こうした政界情勢の変化は、確かに問題ではあるだろうが、個人的には、日本が、イスラエルとパレスチナの問題に、関与可能な力を有していないことは明白であり、ロシア・ウクライナ戦争以上に、成り行きを注視することしかできないだろう。
それらに比すれば、はるかに対中国を意識した通常戦力の増強の方が、本来的には重大な問題だと思われ、増額される防衛予算の使途についても、スタンドオフ能力としてのミサイルの整備が優先課題であることは議論を待たない。また、これらのスタンドオフミサイルの配備の前に若干霞んでしまっている感もあるが、海上自衛隊が現在保有する中で、最大の規模を誇る出雲片護衛艦の航空母艦化改修の進捗も、決して忘れてはならない取り組みだろう。出雲片護衛艦は、海上自衛隊で最大の規模を誇る艦艇として、2024年度の防衛予算の概算要求においても、1番艦出雲と2番艦加賀の2隻に対して、およそ423億円の航空母艦化改修費用が求められている状態である。これらの総額423億円に上る航空母艦改修費用の内訳としては、2024年度防衛予算では、出雲におよそ420億円、加賀におよそ3億円と偏りのある配分となっており、これは前者が大掛かりな改修を残しているためである。出雲は2024年度の防衛予算で、艦首部分を台形から四角形へと飛行甲板の面積を拡幅する工事が予定されているが、加賀の方は今年2023年までにすでにこの大掛かりな改修工事を終えている点が異なっている。出雲、加賀、両艦とも、その航空母艦化改修は、5年に1度の実施が前もって決められている大規模点検のタイミングを利用して、2度に分けて行われることとなっており、いずれも、完了は2027年度となることが有力視されている。これら出雲、片護衛艦の2隻は、航空母艦改修の物理的な工事と並行して、艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型を運用するための認証を本国であるアメリカに出向いて取得する必要があり、まだその道のりは半ばと言ってよいだろう。短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する艦艇としては、アメリカ海軍のワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦や、イギリス海軍のクイーンエリザベス級公母艦、イタリア海軍の航空母艦カブールが先に存在している。これらの艦艇はいずれも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する認証を取得しており、出雲片護衛艦2隻も各々がその認証を得る必要があり、同型艦といえど個別にそれを得ない限り同機の運用に着手は許されない。こうした F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇の中で、出雲片護衛艦と最も近い大きさ規模感が止めされているのが、イタリア海軍の航空母艦カブールであり、同艦は2008年に収益を開始している。イタリア海軍の航空母艦カブールは基準排水量が 22,130トン、満載排水量が 27,100トン、全長が 236.5メートル、全幅が 39.0メートルの艦体を持ち、艦内の格納庫に最大で回転翼機なら12機、F-35 ライトニング 2B 型なら8機を収容可能とされている。これに比して出雲片護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅が 38.0 メートルの艦体を持ち、艦内の格納庫に最大で回転翼機なら14機、F-35 ライトニング 2B 型なら10機の収容が可能と目される。イタリア海軍のカブールも出雲片護衛艦も飛行甲板上に駐機するのみであれば、さらに10機前後の F-35 ライトニング 2B 型をプラスして艦載することも可能と考えれており、その場合は攻撃力が倍増する計算となる。しかし、艦内に収容して、十分な整備体制や機体の管理を行うことを想定すれば、出雲片護衛艦は航空母艦化するといっても、F-35 ライトニング 2B 型の10機という戦力は、決して大きなものとは言えず、過剰な評価は禁物だろう。それでも、現状の日本においては、南西諸島方面の航空戦力の拠点としては、
沖縄本島の那覇基地に配備された F-15J イーグルしか存在していないため、万が一際に、事前に、この基地が、ミサイル攻撃等で使用が困難となれば、深刻な事態に陥りかねない。那覇基地における F-15J イーグルの駐機状況に関しても、敵の対地攻撃ミサイルから、動機を完全に保護できる縁、体等の設備が整っているとも言い切れず、仮に整備が進んでも進化を続ける対地攻撃用ミサイルの威力は過小評価できない。そうした事態を考慮した場合、出雲、潟子栄艦を航空母艦化回収しておくことは、最低限の航空戦力の投射を確保する意味でも重要であり、南西諸島防衛の貴重な航空戦力の運搬手段として、必須の存在となるだろう。出雲、潟子栄艦を航空母艦化するという判断に対しては、一部の軍事専門家からも、それよりも空中給油機を増加させる方が有効ではないかとの指摘もなされており、個人的には、両方とも揃えておくことができればベストだと派に思える。ただし、今後は、有人航空機の運用を強化する手段を多様化することと並行して、攻撃用途に使用可能な無人航空機の活用も進める必要があると思え、どこに、優先的に限りのある資金を投下するのかが問われる事態が想定される。今のロシア・ウクライナ戦争における戦訓としては、限定的なステルス性能しか有していない、いわゆる第4世代戦闘機では、ロシア・ウクライナ両軍とも、ある程度の防空ミサイル網を保有した状況では、積極的な攻勢に出られないことを示している。台湾国産潜水艦建造計画の一つの区切りとして、ようやく進水式を迎えるとの情報をキャッチしました。今回は、台湾初国産潜水艦建造計画、一番艦進水式を詳しく見ていきます。台湾への支援国が、謎のまま進んでいますが、日本も、何かの形で支援しているでしょうが、大きな声では言えない。オーストラリアが、もたもたしている間に、台湾は、一番艦を進水することに成功しています。オーストラリアも、双竜型を購入してたら、今頃な。老朽化した潜水艦を更新するため、台湾は、2020年11月に、国産潜水艦の建造を開始しました。台湾メディアの報道では、9月28日に、高雄で、一番艦の進水式と命名式が行われる予定で、政府高官や各界の代表者も出席する予定ということです。台湾海軍の潜水艦戦力を紹介しましょう。1980年代に、オランダのズバールトフィス級潜水艦を土台として作られた、海竜級潜水艦2300トンが2隻、第二次、世界大戦中にアメリカで建造された電池級潜水艦2420トン2隻の合計4隻です。耐用年数切れというか、あまりにも時代遅れですよね。台湾としては、次の潜水艦を熱望していたはずです。当然、何度も後継艦の調達が浮上しましたが、やはりというか、中国の圧力、横やりによってことごとく潰されてしまったのです。この状況に変化が生じたのは2018年でした。当時のアメリカのトランプ政権が、潜水艦建造に必要な技術や部品の台湾への売却を承認したのです。中国嫌いのトランプ政権が台湾に肩入れするのは当然といえば、当然ですよね。敵の敵は味方というわけでしょう。アメリカの動きに歩調を合わせたかのように、イギリスも、
1.67 億ポンド相当の潜水艦関連の技術と部品の輸出を承認しました。ところが、実際に台湾で潜水艦建造を支援している国は不明でした。アメリカ、イギリス、フランス、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、日本、韓国などの名前が浮上したのですが、わからなかったのです。台湾に技術的なサポートを行った国の名が明らかにされないという理由は、中国からの圧力が影響したとしか思えませんね。前述の通り、一番艦は2020年11月に高雄で建造がスタートしました。2023年9月に進水予定、2025年就役予定と発表されていましたが、スケジュールが前倒しされたことで、9月28日に高雄の小港区で進水式と命名式が行われ、政府高官や各界の代表者が式典に出席する予定と報じられたのです。これが事実なら、日本の対外型潜水艦と同じディーゼル脱リチウムイオン電池方式の潜水艦となるわけです。ちなみに、ロイター通信は、台湾は、潜水艦建造に必要な部品や支援を確保するのに、非常に大きな困難を経験したと報じたことがあります。その一例として、あるドイツ企業を挙げています。この企業は、中国でビジネスを展開している親会社の意向という理由で、台湾との契約を突然打ち切りました。また、アメリカの同盟国で、通常動力型潜水艦に関する最も進んだ技術を持っているはずの日本でさえ台湾支援を躊躇したとロイター通信が指摘していますが、日本、アメリカ、台湾の関係を考えると興味深いところと見ているのでしょうか。防衛省関係者はロイター通信の取材に対し、台湾の潜水艦建造を支援するという構想が非公式に議論されていたことは事実だが、中国の反発を恐れて中止したと明かしました。元海上自衛隊のある人は、支援を中止したのは、中国を怒らせた場合の経済的な影響が危惧されたためで、中国でのビジネスを失うことを恐れた日本企業のロビー運動は非常に強力だと説明しました。中国とは、ビジネス最優先というのが日本政府のスタンスなのでしょう。だったら、中国の違法操業に苦しめられている日本の漁業ビジネスも重視してほしいものだと思いませんか？台湾メディアも潜水艦で使用するリチウムイオン電池を売ってほしいと日本へ要請したが断られてしまった。なので自主開発せざるをなかったと報じていたことがありました。また、トルコから、タイ魚雷デコイ、おとりを調達予定だったのですが、果たして台湾が購入できたのか、まだわかりません。トルコは、バランス外交が上手ですからね、中国も台湾も、顔を潰さずに交渉できたと考えます。他国の兵器購入に、中国がいちいち文句を言う筋合いはないと思うのですが、台湾となると別問題なのでしょう。歴史的なねじれた深いつながりがありますから。自国領であるはずの台湾が勝手に軍備を拡張することに神経を尖らせるのは当然といえば当然ですが、台湾の潜水艦ですが、大きさ的には日本の渦潮型潜水艦くらいです。日本の場合は領海が広いという事情があって、通常動力型潜水艦は他国に比べて大型化していることを考えると、近海での運用がメインになると思われる台湾としては、順当なサイズだと考えられます。国防に関わる機密ですから、詳細な情報がほとんど出回っていません。運用が始まったら、概要だけでも情報が流れてきてほしいと思います。と言っても、進水式は今月ですが、引き渡しが行われるのは2025年ですね。本当なら、すぐにでも配備したいところでしょうが、なんとも悩ましいでしょうね。結局、どの国が、台湾へ潜水艦建造の支援を行ったかは不明のままになりそうです。リチウムイオン電池の自主開発を行ったということですが、この短期間で独力で完成させることができるものでしょうか？本当にリチウムイオン電池を潜水艦に搭載していたとして安定して動かせるなら、どうにかしてこっそり日本が開発に絡んでいたと考えるのが妥当と思えますが、政府が
そんな器用な真似はできないでしょう。そうした綱渡りができるぐらいの度胸があれば、むしろ嬉しいんですけど。台湾の国情に合わせた潜水艦の設計ができるところは限られますし、フランス渡りかなと推理しているんですが、ドイツが対中政策のせいで契約を打ち切ったという企業名は謎という話ですが、潜水艦に限ってなら、かなり重要なエンジンしか協力した可能性がないと思われるのです。今の西側の通常動力潜水艦エンジンだと、MTU、ドイツにあるロールス・ロイス社の子会社か、川崎重工業ぐらいの選択肢しかないはずです。となると、MTU が、陰で手を引いていたのか、過去に、潜水艦の実績がある、MAN、ドイツの自動車会社という手もあるのですが、この企業という可能性は低そうです。リチウムイオンに関して言えば、台湾にも、それなりの企業はあります。オーストラリアでの建造があったなら、管理が面倒な GS 湯浅のバッテリーより、商用で実績がある東芝の支部が搭載されるのではという話もあったので、万が一の安全性を担保できるなら、信頼性の高い商用バッテリーを潜水艦に搭載しても問題はないはずですが。全くの新規で、政治的な縛りなしでやるというのなら、消耗品をコッツ、COTS、コマーシャル、オフ、ザ、シェルフで購入するという手法もあります。コッツというのは、既製品で販売やリースできるソフトウェア製品や、ハードウェア製品、または一般向けにライセンス提供されるものを採用することです。新しく作るのではなく、今あるものを利用するわけですから、経費も安くできるはずですね。艦の大きさについてはまだ未公表のようですね。以前、台湾軍現役の海流型水中排水量2660トンに近いか、それよりもっと小さくなる見込みと報道されていました。それにしても、潜水艦の建造スピードは随分早いと思います。今回は進水式ですから、偽装は今後行うのでしょう。とはいえ、潜水艦の建造経験が全くなかった国が最初に手掛けた国産艦を3年で仕上げたというのは非常にスピーディーと感じます。一番艦の建造については広報の確認や工員の育成などもあるのでどんな国でも1年ぐらい長めに時間を見積もることが多いはずです。にもかかわらずこの短期間で海に浮かぶところまでよく持っていったなぁと感心します。相当急いで作ったか建造に関する労役投入のノウハウを支援者からしっかりと叩き込まれたという感じでしょうか。例えばの話、最近の日本の潜水艦ですと建造スタートから浸水まで2年、そこから偽装して引き渡しまで2年、それに配備まで1年とみなして実質5年で戦力化というスピード調達をしているので、ここら当たりを意識したと考えれば台湾のこのスピードは納得できます。実は日本の場合、毎年、必ず、一隻の発注が来ることになっています。これは、世界的にもあまりない状況ですが、このルーティーンを、若干の無理をしてでも維持しているからこそ、こういったスピード建造ができているのです。しかし、台湾はどうなっているんでしょうね。この潜水艦に関しては、韓国の大宇造船の系列会社が起こした産業スパイ事件や、韓国顧問団の費用請求問題、台湾側メーカー担当者の逮捕などいろいろありました。逆に言えばそれだけ韓国産業界の関与が深かったということになるでしょうね。韓国も日本に負けないように潜水艦年一艦建造を行っている国ですから、その辺のノウハウが台湾に投入されているのかと推測されます。台湾の潜水艦の中身やスペックが公開されることは当分ないと思われますが、外観だけでも見えるようになるのが楽しみですね。
今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X 通信信量産化で世界のトップへ。2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中規模で開発が決定。2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が機体の開発を担当。エンジンは IHI、三菱電機が電子戦装備を制御するミッションシステム、東芝、富士通、日本電機、NEC がレーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.P.A. のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.P.A. とアビオエアロが、開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も、参加するそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の、詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS。TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が、独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月にプロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。
そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機ともステルス性能を高めることが求められるだけでなく、大出力が必要なのは推力を稼ぐだけでなく、高度なアビオニクスを支える高性能な電子機器の大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワーステーション、イン、使いであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF9-1 エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、推力は最大15トンを発揮することが試験で確認されていて、これはアメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F-2 ラプターに搭載されている F-100 と同じプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F-119 とのサイズを比較すると、F-119 が全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルであるのに対し、XF-9、道は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF9-1 がかなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF9-1 のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF9-1 のプロトタイプを完成させていたことが、大きいと言われています。XF9-1 は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパス比ターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで、強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料、CMC を使用することで、エンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても、CMC、屋台熱性の高い先進金属材料を使ったので、少ない冷却空気流量でも、エンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積の低減や、ダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後にファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部にはアフターバーナーと推力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コアクドギアボックスには大電力を発電するスタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は 1800°C に達すると見られます。この 1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンは、この温度が高いほど、高性能なエンジンと言われるので、XF9-1 のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスということでしょう。1800°C を達成した陰には、ニッケルコバルト元の国産溶性炭造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC の使用、耐環境性コーティングの採用、さらに、ブレードの空気孔による保護層の形成などの材料技術と、流体解析技術を流用したことが、大きく貢献しているとされています。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンはアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、
戦闘時などの飛行条件に合わせて、エンジン内をバイパスする、空気流を3段階変更することによって、バイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによって、エンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるというわけです。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れ、高速時には、コア内に排気流を導いて、推力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流すことで、推力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで、XF9-1 エンジンでは、推力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。XF9-1 には、2016年度から2020年度まで、推力変更ノズルを装着して使用した、場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として、推力変更ノズルに関する研究が行われました。推力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが、飛行中に、噴流の向きを変えて、推力方向も変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には、必要不可欠な装置で、昔は、ハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在は、アメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で、F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期、戦闘機は、F-35 のように、通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールスロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF9-1 は実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない優れたエンジンの登場を期待したいものです。